タイプは11枚目シングル敵サイン会。はい、はい、オッケー、こんばんは、お疲れ様。今日は11枚目シングルのオンライン機会3着用意して、さっきまでカキカキしてたので頑張ろうと思います。よし、結構みんな前よりもたくさんの方が撮ってくれるみたいで、すごく嬉しい、ありがとうございます。じゃあ早速始めようと思います。じゃあ先に名前を書いて、はい、あ、ありがとうございます。こんぐらいですか、しっかり時間配分を頑張る。今日あ、また後で、あの、デコるので、ダンスで書くので、一旦オッケー、よし、じゃあ1枚目、ありがとうございます。そんな感じ。1枚目、アンバさん、ありがとうございます。鍵開けだ、はい、アンバさん、1枚ありがとうございます。いつもたくさん現場に来てくれて、私のペンライトを振ってくれてありがとう。今日は可愛いクマちゃんを抱っこした席をプレゼントです。いつもありがとう。これからも公園とかで話せるの待ってね。昨日もありがとう。これからもよろしくお願いします。ありがとう。よいしょ、お願いします。5人ぐらい呼んでく方がいいか。じゃあこっから5人ずつ呼んでこっかな。じゃあ次、ごめん、準備してもらうためにね、うまちゃん、りちゃさん、ケントさん、N700 さくらさん、イケピッさん、少々お待ちください。ありがとう。じゃあうまちゃんから入っていこうと思います。また会おうね、また会おう、こちらこそ。次、ルシエルさんルシエルさんルシエルさん、あ、何人か呼ぼうと。ルシエルさん、ミルクシーよろしくさん、ワールさん、タンタン。じゃあ、うまちゃんから書いていきます。ありがとう、2枚ありがとう。こちらのお洋服の2枚選ぼうと思います。こちらこそありがとう、ありがとう。ルシエルさんはこちらをプレゼントします。あ、いた、ルシエルさん、ありがとう。嬉しい、ありがとうございます。お願いします。ありがとう。かわいい、あ、これです、まーちゃん。これから警察のまたちょっと今日は時にサインだけ変えて、落書きは配信が終わった後にするので、届くまでお楽しみということでお待ちください。ありがとう。手たまにやめてる。花ちゃんの超かわいいよね。嬉しい、かわいいって言ってくれて嬉しい。かわいいって言われるために。嬉しい、そんな見てる、でも見てる、見てるよ。嬉しい、かわいい。何書こうかな。よいしょよいしょ、ありがとう。そう、こっからさらにデコレーションをつけるので少々お待ちください。あの、みんなの元に届くときには書いてあります。じゃあ次、
うまちゃん2枚ありがとう、はい、違うお洋服で2枚用意しました。こっちは横向きのチェキ、こっちはくまちゃん持ったチェキ、ありがとう。いつも応援してくれて、 X もたくさん投稿してくれて嬉しいです。もう大好きなのが伝ってます。これからも私のことを大好きでいてください。よろしくお願いします。ありがとう。可愛いと思っているのか、ありがとう。次行きます。お願いします。じゃあ次はりちゃさん、ありがとう。カキカキします。ありがとう、ミルクティーよろしく。よいしょよいしょ。スローブレゼント、近めとパジャマと警察、よし、これにカキカキします。初チェキ、わー嬉しい、ありがとう。カキカキします。よいしょ。よいしょ。昨日話したばかり。よいしょ。オッケー。ありがとう、りちさん1枚。はい。ありがとう、昨日も会えてすごく嬉しかったです。 NME 劇場も来てくれてありがとう。これからも私も大好きなので、ずっと大好きでいててください。一生ゆゆよしでいてほしいです。お願いします。ありがとう。こんな感じ、ありがとう。次行きます。お願いします。よし、次がケンタさん、ありがとう。3枚ありがとう。よいしょよいしょ。今までに、今までに比べたらまだまだいい感じに進行できてるんじゃない。ありがとう、昨日もお話し会に、おい昨日もどれにしようかな、お話し会来てくれた、頼んでくれ、1番になりたいけど、1番になるのはもしかしたら頑張ります。これからもたくさんお話ししよう。よし、カキカキします。ありがとう。いつもいろいろありがとう。こちらこそなんだけど、ありがとうを伝えたいのは私です。ありがとう。書きます。よいしょ。相当薄いって言わないで、濃いし、濃すぎるし、どうやって濃くするの、濃いや、めっちゃ濃いわ。よいしょ。書いてる途中ベラベラ喋ってたら私名前間違えない、違う名前書いちゃう。じゃあ次、ワールさん、じゃあワールさんには、あ、これプレゼントしよう。よいしょ。よいしょ。あ、これじゃじゃーん、元気の出る水。ターンさん、ワールさんにはこれ、おいしょ、このイデカナのいい女風私服のやつ、ワールさん、よいしょ、細ペンでかわ、よいしょ。ワールさん、なんかさ、めっちゃさ、キャンプのさ、よいしょ、なんか、餌あげてるからさ、ありがとう。書きながらだから、コメント読めないかもだけど、ありがとう、本当に。席も頼んでくれて、いろんな風っていうか、めっちゃ今日いい女で歩いたから、普通に街を。物乗りいたんだけど、ちょっとだけ。その時に、あの、ヒールなんですよ。今、ヒール履いてるから、もういいんですか、昼入ったから、いい女風に歩いた。コツコツ歩いた。コツコツ響かせた街中に。よいしょ。オッケー。じゃあ3枚ありがとう。よしよし。横道チェキもある。ありがとう。
健太さん3枚衣装を3つ用意したのでくまちゃん持ってる3つね、そう、黒のチェックとリボンがついたお洋服と、もう一つがなんだっけ、あ、オーバーオール、オーバーオール、あのスペイベの時に着た3着着きま、3着違うのを着て撮りました。ありがとう、昨日も会いてくれてありがとう。いつもあのいつも言ってるんだけど、ライブとかの時に目が合うとうんうんってうなずいてくれて、それを見て私も安心します。ステージに立つのも、ステージに立つのがすごく楽しいです。これからもずっとずっと好きでいてください。ありがとう。次また後でデコレーションします。ありがとう、お願いします。よし、次、次はサンタ N700 さくらさん、ありがとう。カキカキします。よいしょ、これに書きましょう。あ、待って、いたの方で5人これぐらい、タンタン、ナルミ、佐藤さん、安部、周平、カリさん、サンタンに、タンタンには、あのとから上からのプレゼントです。ありがとう、タンタン。ありがとう、見てくれてるかな。ありがとう。嬉しい。こんな体にもうずっと好きって言ってくれて嬉しい。よいしょ、よいしょ。きっとお仕事とかで見れない人もいると思うけど。ありがとう。よし。N700 さくらさん、ありがとう。私は N700 さくらさんのおかげで新幹線についてちょっと詳しくなりました。ありがとう。昨日は望みだったので充電器がなくて悲しかったです。 N700 さくらが私は大好きです。これからもまた教えてほしいな。いつもありがとう、現場も来てくれて。これからもよろしくね。ありがとう、感謝感謝、ありがとう。次行きます。ありがとう、お願いします。よし、次がなるみ、イケピーさん、ありがとう。イケピーさん、よいしょ、これにします。無謀だ、警察官の、これにしましょう。よいしょ、ケピーさん、ケピーさん、よいしょ、ちょっとレビューも素敵だと思う。いろんな人のことが好きなんで、いい子だと思います。大きな気分、なるみ、え、なんか思ったより今日なんか存在しない、もしかして。よいしょ、なんか仕事中なのかな。オッケー、ありがとう。ケピーさん、1枚ありがとう。ケピさんはずっとずっと奥沢推しでいてくれてるね。ありがとう。あ、こちらこそ、大阪でも昨日トトイと来てくれてありがとう。いつもピンクのペンライト2本と赤緑を持ってるので、ステージに立ってすぐに見つけます。どんだけ遠くてもいつもありがとう。これからも永遠の奥沢推しでいてください。ありがとう。面白いちやも大好きです。ありがとう、ありがとうって。私は何をしているんだ。次行きます。ありがとう、お願いします。大切にします、大切にして。ありがとう、信じてるからね。大好きで一番、次が5人気に呼びます。きよしさん、マジックさん、ユニバースさん、しきちゃん、なおにゃん、ありがとう。ここに行きます。まずはきよしさんから、ありがとう。よいしょ、よいしょ、
しょ。よいしょ。よいしょ。佐藤さん。佐藤さんはいつも花江のことに会いに来てくれてる。花江どこだったの？あれだよね。なんかひーちゃんとか。ひーちゃんとか好きだよね。あれ佐藤さん誰が好きなの？よいしょ。やばい、前よりもチキ上手になってる気がする。出張を楽しみにしてってみんな届くの。よいしょ、OK。 きよしさん、ありがとう。席を頼んだよって聞いた時はびっくりしました。嬉しい。昨日と一昨日とも会いに来てくれてありがとう。あれか、ナービさんの生誕か、ナービさんの生誕の時に最善でピンクのペンライトも振ってくれたのもすごい嬉しかったです。これからもずっとずっと好きでいてください。いちごのこともよろしく。ありがとう。いい感じ、こういう感じのポーズしてる。ありがとう。やった、お願いします。よいしょ、よいしょ。次がマジックさん、ありがとう。3枚違うお洋服のって選びます。ありがとう、ありがとう。いつもありがとう。これからの背景ドラムカルの。ありがとう。あ、はい、いた。ありがとう。嬉しい。ありがとう。選ぶ、選ぶ。次。今回は横の。大丈夫ですか？私、思んない女みたいなのなってない。元々の話、思んない。うーん。あ、これ読みたくなってきた。まあ、後で。よし、この3枚にしよう。ありがとう。はい、マジックさん、昨日も来てくれたね。オンラインでもいろいろ話したね。いつもありがとう。行きます。ありがとう。じゃあ、マジックさん、あ、これ、いい女。これめちゃ珍しいよ。これ多分本当に結構珍しい。歯を出してもらってるっていう。マジックさん、あ、待って、滑る。あ、マジックさん、なんかご飯に連れてほしいから。マジックさん、ご飯に連れてくれてるマジックさん。あれ、ご飯に連れてくれてる。よし、いい感じ、いい感じ。よいしょ。そう、2日続けて嬉しいね。ありがとう、こちらこそ。嬉しいよ、昨日も会えて、今日もプレゼントできて、ありがとう。カキカキします。今回メンバー16人だから最初に、嬉しい !16 人も買ったの、やばー、おかしいよ。それ、DVD じゃん。いただきます。よいしょ。ラスベリー、これはプレゼント。一緒に、連れてって、花だけ連れてって。よいしょ、よいしょ。毎回さ、もずっとそう、DD ダメですね。私はよくね、目のね、絵を描くの。よし、いい感じ。OK! マジックさん、3枚ありがとう。ロングスカート履いてる、ちょっと踏んじゃう、やばいやばい。よいしょ、よいしょ。よし、こんにちは。こんな感じ。嬉しい。また後ほどデコレーションします。ありがとう。この人が16人の一番最後に、ありがとう。3枚書かせていただきました。お洋服3つ用意したから全部違う感じでした。オーバーアールとリボンとチェックの服と3つ、ありがとう。昨日も会えて今日もチェックたくさん書けて嬉しいです。この間のはい、小石さんの卒業公演で会えたのあれは運命ですね。これからもずっとずっと私のことを見守っていてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとう。3枚、ありがとう。次行きます。
お願いします。これで私引き換えさ3回目なんだけどさ、前より上手になってない？上手に進行できてない？前もうアタクトしすぎてたからだいぶ上手になったと思う。あ、次はユニバースさん。ありがとう昨日ぶりだ、ありがとう。そう、安兵衛選抜に入ってるのも嬉しい、嬉しい。あの、こう、あれですよ、あの、なんだっけ、よし、金かけます。あ、ありがとう、いる、ありがとう、ユニバースさん。ぜひ、こっちします。嬉しいです。あ、何かよくね、またカニさん、あ、間違えた、周平、今からやるは周平さん、カニさん、OKP さん、ウシヘミさん、ロッピーさん、マッピーさん、シンヤケンさん、ユニバースさん、ここにいて大丈夫なのかな。でもありがとう、初チェキね、初チェキか、嬉しい、ありがとう。周平にはこの3つのチェキをプレゼントします。警察もあるよ、カジマもあるよ、電子もあるよ。これが珍しい、歯出してもらうの最近ないよね、歯出してもらうの引っ張るから。よし、オッケー、ありがとう、ユニバースさん、ありがとう。多分やばい。ありがとう、昨日も会えて嬉しかったです。ありがとう、ユニバースさん、ここにいて大丈夫なのか怒られないのか心配なんですけども、会いに来てくれたりすることがすごく嬉しいです。これからゆいおくしでよかったらよろしくお願いします。いつもありがとう、これからもよろしくね、私のこと見ててね、ありがとう。次行きます、お願いします。よしよし、呼んだよ。次は辻ちゃん、ありがとう。怒られるかもしれません、やばい、気をつけてもらって。辻ちゃん、ありがとう。よいしょ、よいしょ、辻ちゃん1枚カキカキします、ありがとう。昨日も来てくれたね、ありがとう。まだちょっと待っててね、あ、はい、います。あ、よかった、いた。よかった、いた、ありがとう。カキカキしてきます。昨日忘れられてないかなって不安があってたけど、忘れるわけないでしょ。ありがとう、嬉しい、来てくれて、ありがとう。これは辻ちゃん、いい女チェキと辻ちゃん、お、危ない、これはもうレアです。全部レアチェキです。ありがとう、周平さん、ギリセーフチェキだから、これからアップも。じゃん、いい感じ。通りました。ユニセンスチェキ、これからもよろしくね。やばい、チェキがなんか前に比べてセンスが出てきてよかった、嬉しい。ありがとう、辻ちゃん。次、ハートいっぱい書いちゃった、ありがとう。昨日前に来てくれてすごく嬉しかったです。これからもまた現場で会ったりとか、話し会、握手会の素晴らしい、たくさん話したり、公園とかでペンライト振ってくれたらすごく嬉しいです。これからも好きでいてください、ありがとう。良い感じ、こういう感じのポーズ、ありがとう。次行きます。あ、よ、遅いってやっちゃった。お願いします、ありがとうございます、こちらこそ、ありがとう、感謝感謝。次次、よいしょよいしょ、次がなおにゃん、ありがとう、嬉しいよ、来てくれて。これでよいしょ、なおにゃんいるかな、ありがとう。カキカキしていこうと思います。カリさんはいつもかなえに元気をくれるから、なんかお話しいろんなとこにいつもチェキついててくれてるね、この時期も。あ、でも最近なんかあれさ、開けてない、嬉しいや、なんか最近見てないって今思い出した、
でも、いつも話しかけてくれて、一番言ってくれて、あの他のラグサンキーも、手紙が一番だよって言ったっていう報告を受けるから嬉しい。ありがとうね。これからも嬉しい。大好きです。にゃー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 。はい、よし、いいペースなんだよ。いいです、いい感じ。いい感じ。次、OKP さん、OKP さんも来ました。いるかな。いるかな。OKP さん。昨日ぶりだね。よいしょ。たくさんのご投稿さんしているよ。よいしょ。本当にさっきの帰った後さ、ずっとさ、今ありがとう。ライブの映像みたいな。てっありがとう。そういう話するとさ、見たくなってしまった。いつもさ、前の前回初めて受け取ってくれた時期もいろんなとこに連れてってくれてるよね。ありがとう。よかったらこの時期も一緒にこれから連れてってくれたら嬉しいです。また後で可愛くデコレーションするね。ありがとう。これからもずっとずっと私楽しんでいてください。ありがとう。じゃあ次行きます。ありがとう。お願いします。遅いですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？ありがとうございます。よいしょ。次がみっくん、ありがとう。前もチェキ受け取ってくれたよね。あ、5人呼ばなきゃか。5人最初読みます。みっくん、やましんさん、のぶさん、こばときさん、なしちゃん、ありがとう。OKP さん、5人いきまーす。ライブ中もコーラも。うん、花コール、もう最高、本当にありがとう。ミック、やっぱ花のコーラを選びましょう。一緒に一緒に、一緒にコーラ見て、一緒に、きっと、よりといろいろと。あ、見た、ありがとう。来てくれたね、よかった。好きなものが一緒に良かったって。大丈夫です。合格になった。持ち歩く嬉しい、やった、持ち歩いてありがとう。じゃあ一緒に、じゃあカナウがもし忙しい月で東京行けなくてライブアイドルさんのライブ行けないってなったらそれを連れてカナウを OOS とかに連れてくださいカナウちゃんとなるライブマン。3枚行きましょう。よりとシュート引きって感じ。よしみさん、ありがとう。職場でこっそり言ってる。あ、バレないようにね。ありがとう。ミーク、ありがとう。前もただ前のやつもチェキ連れてってくれてるのに、スタバとかに。ありがとう。カキカキします。よいしょ。ミーク、あ、よしみさんだ。昨日ぶりだ。嬉しい。てかさ、ゆしみさんが好きな曲が息をする心で変わってなくてすごいなって思った。だってかなり結構さ、結構よいしょ、よいしょ、かわいい、ありがとう。かなり結構さ、そうかな、結構なんか曲ね、なんか依存体質の人って曲をなんか飽きやすいかな。めっちゃ一時期は同じ曲を聴くけど、なんか一気に飽きたら関西のおすすめのさ、昨日言えばよかったな、後で思いました。今度またおすすめのところ教えてよ。ありがとう。じゃあその時まで楽しみにしてるね。ありがとう。変わるんですけど、カキカキします。だから吉見さんすごいと思う。変わらない、嬉しい。好きな曲とかも変わらないのにすごいなって思った昨日、そういえば。だからこれからもずっと考えてほしい。よいしょ、くるっと開けてみます。はい、だからこれからもずっとカナウのこと好きで、うん、息をする心、センターやりたい。私もあれ、あの 2.5 キロさんで公開してもらえないかな、私って一瞬願ってみた。
ありがとう、ヨシエミさん。これからもずっとカナウのこと好きでいてね。よいしょ、よいしょ。ありがとうございます。スタッフ、スタッフ、一枚いい。結構いいペースです。のっぴーさん、のっぴーさん、3枚ありがとう。じゃあ、近目と遠目と逮捕。あ、逮捕キラキラだ。今日続行センター楽しみにしてる。やばいやばい。今日続行センター。よいしょ、オッケー、ありがとう。変わらない、変わらない気がするけど、ありがとう。言ってみよう。よし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 よ、3枚ありがとう。さてですね、今回は3枚ありがとう。よいしょ、ニョッくん、ありがとう。3つ衣装用意したので、3つ違う雰囲気の引きとシュートよりって感じの3枚にしてみた。ありがとう。私的にいい感じのことはこれかな。引きの写真、引きのチェキ珍しいかも。今日はどこ行くって書いたので、またこの子たち、この3枚前に受け取ってくれたものも合わせて、いろんなとこにこれからも連れて行ってくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。これからも私のこと見ててね。ありがとう、感謝、ありがとう。チェキ行きます。ありがとう、嬉しいね。昨日も来てくれたね、ありがとう。またおすすめの関西のスタバ会える時に教えてね、オンラインとかでも。ありがとう、こちらこそよろしくです。ありがとう、ありがとう、感謝だ感謝。よし、次、次がよいしょ、花を買うやつ嬉しい、ありがとう。ヤマシーさん、ありがとう。よいしょ、ヤマシーさん、アイコン、アイコンもない、アイコンの話でも分かんない。すごい綺麗、やば、ありがとう。よし、カレンシア、ありがとう。お、見てくれた、ありがとう。カキカキします。またデコレーションは後でみんなするから、届く時にはもうちょい可愛くなってると思う。よろしく。ヤマシンさん、あとおすすめのマスカラまた教えるね。最近マグネット道具結構可愛かった、教えるね。バイバイ、ありがとう。ロッピーさん、さん、うん、ありがとう。お願いします。よいしょ。次。あ、何人か呼ぼう。マッピーさん、深夜健さん、ステラさん、玉田子さん、テツさん、グラバーさんまで呼ぼう。よいしょ。ありがとう。書けました。ヨマシンさん、ありがとう。よいしょ、マッピーさん3枚出てくれてる、嬉しい、ありがとう。ヤマシンさん、横向きにしてみた、ありがとう。ヤマシンさんもいろいろ観光とかでさ、私のこのチェキを連れてってくれて、で、あの話し会の時とかも、前ここに行ってきてこんな感じだったよ、ここをユンニャンにおすすめだよって教えてくれるのがすごく嬉しいので、メッセージが今日はどこどこって書いたから、またこの時期を連れていろんなところに連れてってくれたら嬉しいです。いつもありがとう。またそういえば昨日赤服をあれだよ、あの大阪駅でも見かけたまた地元に帰ることがあったらおすすめのとことかも行ってみます。ありがとう、これからもよろしくね。ありがとう、いい感じ、うん、お願いします。よし、次、次がのぶさん、ありがとう。いらっしゃるかな、のぶさん。もう自己肯定感爆上がりする。なんかやっぱさ、うち結構自己肯定感下がり、下がり系、下がり系女子、下がらないでしょ。ありがとう。いい感じ、なんかチキもさ、前よりもさ、表情が柔らかくなってる気がする。最初のチキとか逆にレアかもしれない。そう、え、そう、これ絶対記憶にさせよう。3億と3と3だよ、絶対に、絶対記憶にさせよう。よいしょ、ありがとう。今いらっしゃらないかな、カキカキしてきます。これからもずっとよろしくね、一緒に記憶にさせて、たまにたまたまでずっとよろしくね、大好き、ありがとう、ありがとう、ありがとう、え、
え、タワマン買おう、本当に。タワマン一棟そのまま買ってさ、自分のファンと自分で住もう。笑われた。わあ、アジあるんだよ。いい夢やね。いいでしょ。ねえ。そう、そういう夢やね。ありがとう。じゃあ次は、のぶさん、ありがとう。やかまきぶちき。しんやけんさん、あ、しんやけんさんだ。この風船は今日のために買った風船です。ありがとう。いや、見てないかも、見えてないかもしれないけど、お仕事かな、お疲れ様、ありがとう。これからいろんなとこでいろんな思い出をたくさん作っていけたらすごく嬉しいです。これからいっぱい思い出作りましょう。大好き、ありがとう。あ、見てくれてた、ありがとう。ペシャップ。あ、キティス、ありがとうございます。いい女チェキ。あ、猫ちゃんのアバターなのね。え、じゃあ後で猫ちゃん描いておこうかな。ありがとう、ありがとう。受け取るのを楽しみにしててください。ありがとう。すごい、猫ちゃんだ。猫ちゃんかわいい。ちょっと待って、猫ちゃん後で描きたいからね、スクショしちゃった。待って、よいしょよいしょ。次が、次が小畑さん、いらっしゃいますか。小畑さん、行きます。ありがとう。よし、よいしょ、よいしょ。あた、今回初席、え、嬉しい。面白い子なので好きです、必ず好きですよ。ダンスも上手い。え、嬉しい。え、なんかさ、本当になんかパフォーマンスさ、褒められることさ、めっちゃ嬉しいの。だってそう、好きだから、パフォーマンスすることが。だからめっちゃ嬉しい。あと面白い子って言ってもらえるのも嬉しいよ。よかった。なんか本当に自分結構本当にこれが素だから、なんかさ、なんかアンチされたらさ、本当に結構へこむけどさ、うわ、うちアンチされた、うちという人間がアンチされたって思うけどさ、褒められるとさ、なんか自分という人間が褒められたと思って嬉しい。これからもよろしくですね。愛しまって、サンキュー歌いまね、いつも。え、嬉しい。よっしゃ、リアチの隣に並んだぜ。これからもよろしく。ありがとう、しんやけんさん。好きになっちゃった。好きになっちゃった。はい、かけた。ありがとう。感謝感謝。また後で相手とかにデコレーションします。かばっときさん、ありがとう。ピースしてる時期。ありがとう。小畑さん、ありがとう。嬉しいな。感謝感謝。私の好きなところをよかったら教えてほしいな。これから、これからたくさん思い出を作りましょう。ありがとう。こんな感じ。またじゃあ時期が届いたら聞いちゃおうかな。私の好きなとこ、よろしくね。ありがとう。なんかでも昨日さ、 DM の配信自分でさ、ありがとう。次行きます。聞いてるやん。お願いします。 NMB 出産劇場がさ、あれかな、上から撮られてるから漏れるのかな。こんな感じか、わかんないけど、めっちゃ可愛かった。次は可愛くなったんだ。次はナスちゃん、ありがとう。ナスちゃん本当に可愛い。ありがとう。わ、絶対に目クリクリのやつ描きたい。これはナスちゃん、あ、いた、ありがとう。見てくれてる、感謝感謝。カキカキしようと思います。これにしよう。ありがとう。なんかステラさんの丁寧な日本語が好き。うち日本語、日本語丁寧じゃないから、なんかいつもステラさんが日本語な、丁寧な日本語話してくれると思う。めっちゃ、あ、やばい、自分丁寧に、丁寧な日本語話さないといけないんです。ナースちゃん、だからこれからも桃描いてこ、ハート描きがちだけど、次は桃を描きましょう。ありがとう。ありがとう。あ、間違えた。こっちにありがとうございます。先日の話し会、いつもショールームの話、ありがとう。こちらこそだよ、ありがとう。大好きだよ。よいしょ。嬉しい。かけた。オッケー。ありがとう。よいしょ。なんかこうさ、最近さ、配信でさ、カナウンのこと褒めてくれる人が、ナスちゃん、ありがとう。
だから元気なの。書きました。くまちゃん、くまちゃん、大きい寄り目なくまちゃんと私です。ありがとう。いつもありがとう。もうそれはこちらこそです。私はいつも話してると思うけど、なっちゃんが作ってくれたあの大きいこの目っていう感じのあのうちわが大好きです。ありがとう。お話し会に来た時にそうバズレンヌのこと話してくれたり、たくさんいろんなことを褒めてくれるのすごく嬉しいです。また会える日を楽しみにしてる。またこれ受け取る時にはメモ書いてあると思う。ありがとう。次行きます。お願いします。よし、次。あ、5人呼びたいと思います。いらっしゃるかな。今回の時期も大切に持ち歩くね。また公園とか福祉会で次は嬉しい、ありがとう。時期大切にしてるのかな。にゃんちさん、あつしさん、そしてトマトさん、そしてぬりえさん、そしてふなふなふなしさん、5人いきます。ありがとう。女の子さんのさ、お来てる人見たら、まずはにゃんきちさんから。ありがとう。にゃんにゃんにゃんきちさん、よいしょ、オッケー。はい、お、いらっしゃった。少々お待ちを。 X 昨日見たらさ、あ、これいいんじゃない。ネックポーズしてるし、これにしましょう。 X 昨日見たらさ、なんかいっぱいさ名前書いてあったよ。いろんな人投稿してたで、ハッシュタグかなちゃんこの信用を取り戻すラジオかなちゃんみたいな書いてあったけど、信用ゼロになりますよ。なんかいっぱいなんかネコポーズしてるからこれをプレゼントでしょ。よいしょ、オッケー、かけた。ありがとう。ヤンキチさん、ありがとう。いらっしゃらないかな。ほい、ありがとう。ヤンキチさん、ヤンキチさん、ヤン、猫なので猫ポーズしてる時期にしました。ありがとう。あの鼻だれの時かな、めっちゃ席が近くって、ポジションも私の立ち位置的にめっちゃ近いことが多くて、たくさん目があってピンクを振ってくれてすごく嬉しかったです。いろんなところに連れて行ってください。よろしくお願いします。ありがとう。にゃん、ありがとう。次行きます。よいしょ。次が、あつしさん、お待たせしました。ありがとう。前もチェキ受け取ってくれたよね。ありがとう。やばい、手にどんどんついてきちゃった。やばいやばい。あつしさん、カラー連れてって、また会おうね。あとセーターさんとかもたくさんお花とかもあるか、めっちゃ幸せな気分。よいしょ、これにしよう。ハート使ってる。はい、お、あ、見た。ありがとう。テッサ、グラファンさん、サキノさん、竹としさん、ジンマさん、松本さん、よしさん、あれ、よし、仮に書きましょう。かきさん、あー、え、でもこれですか。あ、了解です。てつさん、てつさん、ありがとう。お、間に合ってそう。グラファーさんは次の次だ。よいしょ。まずはてつさん、じゃあてつさんには警察をプレゼント。ありがとう。てつさん、ありがとう。あ、いい感じ。警察官チェキ。え、からさ、ネクタイ縛れなくてさ、さっきさ、頑張ってさ、マネージャーさんが縛ってくれてさ、あつしさん、ありがとう。いつからかな、あのイベントの時かな、ショールームの久しぶりに来てくれてから、最近オンラインも来てくれたよね。すごく嬉しかったです。今日もチェキを受け取ってくれてありがとう。また後からデコレーションするから楽しみにしててください。あつしさんへのハートをしてます。ポーズはありがとう。これからもずっとずっと配信オンラインも待ってるね。ありがとう、大好き、感謝。
ダメだ。次行きます。ありがとう。次ありがとう。こちらこそ。あ、ネハンさんだよ。ありがとう。ネクタイ縛るんじゃなくて結ぶ。あ、そうか、結ぶだ。お願いします。私ネクタイじゃないから高校の時にリボンだったから。おまたさん、次やった。グラハンさん、グラハンさんはフラワーさん、鉄道好きって言ったよ。みたいな、これ警察なんか鉄道みたいな感動したから、うん、じゃあこれ、おしとやかに行くかな。ありがとう。おしとやかと、なんか鉄道の、おしてきた鉄道なんじゃないか地域をプレゼントします。ね、静岡トーク楽しかった。ありがとう、また来てくれて嬉しいよ。アップ目の、アップ目の写真ですね。そう、ちゃんと覚えてくれてる。覚えてるよ。当たり前じゃん、ね、静岡トーク楽しかった。本当にすごいね。静岡トーク知ってる。タマトさん、ありがとう。旅行行ったのか。どうだろう、配信は。旅行行った土地名とかあんま覚えてないかな。今見えてないかな。ありがとう、受け取ってくれて。タマトさん。富士とかってさ、でもさ、富士こういう感じのポーズしてる。美味しいって、美味しいって感じします。これは後から近くにトマトを描こうかなって思います。トマトさん、ありがとう。前もチキを受け取ってくれたよね。ありがとう。また会える日を楽しみにしてます。いつもありがとう。これからもずっとずっと私のこと見守ってくれてたら嬉しいです。ありがとう。次行きます。ありがとう。またお互いの地元を聞かせよう。教えて、そっちも。トマトさん。うん、もうちょいで折り返し地点ですね。ありがとう。ありがとうございます。次が、ぬりえさん、ありがとう。ありがとう。ぬりえさん、ありがとう。なんだろう、大好きだよ。ぬりえさん、2枚。次、たしのさん。ありがとうございます。たしのさん、よいしょ。これはニックネームトークなの。ハート、プレゼントします。今日のメイクうまくいったれた。面白い。あ、いてくれた。よかった。わ、これ難しい字だ。難しい字だ。どたくにしようかな。私でもさ、なんか昔さ、漢字得意だったから、なんか書き取りが好きで、めっちゃ。うん、書き取りが好きだったから。よいしょ。あ、危ない。あ、キーコさんなのね、そこ。じゃあ、この2枚を獲得しましょう。ありがとう。1枚、切れ目の私は珍しい。なんか私、口を開けて笑うことがあるけど、閉じてるのがちょっとだけあるよ。切れ目の私もお届けします。書きまーす。姉さん。かすみん情報流してください。かすみん情報？私、かすみに最近会ってないんだよね、かすみん情報か。え、なんかあるかな、かすみん情報。え、でも最近会ってないよね、自分。かすみんが辞めてから会ってない。よいしょ。あ、そう、でもめっちゃご飯とか行った。電気中。あ、うちのママはかすみの顔好きって言ってる。あ、いい感じ。なんかお手紙みたいになってる。え、そう、最初かすみ見たときに、え、女優やんって思った。記憶、初めてかすみ見たときに女優だと思った。顔が綺麗すぎて、いい思い出がある。次、じゃあ5人ぐらい呼ぼうかな。竹俊さん、ジーマさん、松本さん、きよしさん、しおりん、犬川さん、レトロのかもよいさん、ありがとう。こちらこそありがとうございます。ワイモカスの顔っていいよね。時給あんたがいたいっすね。竹俊さんって言えば、このキレイめのゲームは楽しみでしょ。縦と横と1枚ずつ選びました。違う洋服で
ぽい。みゆぽんとこんな感じ。こっちはじーって見つめてる感じ。こっちは可愛い感じで、こっちは綺麗な感じにしました。お花を持って、これはイチゴに借りた。イチゴに借りて珍しい口をつむっている私です。どんな私も好きでいてくれて嬉しいな。昨日も会いに来てくれて嬉しい。いつもさ、新幹線の移動中とかにチェキを連れてってくれて、写真撮って X 投稿してくれてるのを見てます。ありがとう。これからもいろんなところに連れて行ってくれたら嬉しいな。いつもありがとう。あとは珍しい、私は珍しい女性ファンだから、そう、またコスメの話もしたい。コスメ共有しましょう。ありがとう。行きます。お願いします。次は次、ジンマさん、ジンマさんいますか。ジンマさん次、ふなふなふなしさん、ありがとう。どちらも素敵、また連れてく、連れてってね、ありがとう。ふなふなふなし、ありがとう。ジンマさんにはなんかこれペタってないかな、これにしよう。ふなふなしさん、あ、これにしようかな、ありがとう。こちらのお座りチキンをプレゼントします。ふなしさん。いい感じ。ありがとう。あ、落ちた。カチューシャが見える可愛いチキです。あと最近さ、このポーズ好きってさ、なんか写真撮るときにさ、なんか言われたんだよね。そのポーズ好きってさ、昨日さ、あのサンタコスのやつで撮ったんだけどさ、ママからもさ、なんかママからさ、TikTok とかでなんか LINE、TikTok のさ、送られてくるんだよね、ポーズ集みたいな。インスタグラムの可愛いポーズ集みたいな送られてくるぐらい多いポーズ集。よいしょ、ありがとう。感謝感謝。今日はたくさん投票を見せてる、投票パラダイス。よし、かけました。なくなくなしさん、ありがとう。ちょっと上目遣い気味な私です。ありがとう。これはオーバーオール着てる時かな。いつも前に来てくれてすごく幸せです。私はありがとう。いつもこの辺かな、帽子にさ、ひなしをつけてきてくれるね。嬉しい、マイキューさんの帽子に。すぐに、あ、ふなふなふないさんだっていつも思う。ありがとう。これからもたくさん会いに来てくれたら嬉しいな。ずっとずっと私のことも見ていてください。ありがとう。次行きます。ありがとう。トマトさん、お願いします。あ、初時期ありがとう。あ、こちらこそコメントもありがとう。昨日会えて嬉しかった。またこれから思い出作りましょう。ありがとう。よし、次、よし、5人一気に呼びます。ありがとう。花のこと、どれくらい好きか、チキンをプレゼントします。翔さん、翔さん、たかしさん、うほさん、スプマテさん、で、てっちゃん、ありがとう。ありがとう、松本さん。書いていこうと思います。よいしょ。まずは、翔さん、ありがとう。よし、いいペースだ。よいしょ。じゃあ5人呼ぼ。ひよしさん、しおりん、犬虎さん、えとのかもめさん、ともさん、トムトムさんまで1回呼びます。よし、これに書き書きしようかな。ありがとう。夢って汗臭いんだ。言い聞かせてる。そう、今何時だろう。よいしょ。19時。うん、いいです。やった、嬉しいペースだそうです。よいしょ、かけた。あ、しょうさんいらっしゃった。ありがとう。何、かわいいアバターが、ありがとう。ハロウィンなのかな。ありがとう。カキカキしていこうと思います。これプレゼントします。え、これかわいい。よし、ちょっと、よしさん、よし、
出会いって大事。キヨシさんと出会えたことない。感謝しているよ。よいしょ。好きに、オッケー。好きにさせてください。ありがとう。ショウさん、感謝。ハートのポーズしてる。これもちょっと裏目使いな感じ。今回座った感じの時期も多いかも。ありがとう。ショウさん、じーって見つめてます。いつか私と見つめ合いしましょう。ありがとう。嬉しい。嬉しい。これは。あ、初席、やっぱりそうだよね。初席、ありがとう。初めての席、これは思い出に残る一枚だね。いろんなところ、現場とか旅行とかお仕事とかにたくさん連れてってください。これからも私のことを見ててね。ありがとう。はい、ひゃん、こんな感じ。ありがとう。次行きます。ありがとう。お願いします。次が、あ、折り返し地点まで来ました。次はたかしさん、ありがとう。はい、嬉しい。昨日振りじゃない。ありがとう。やばい、ラーメン食べたい。今日さ、絶対辛ラーメン食べようって帰ったら思ったら、聞いてほしい。昨日辛ラーメン食べようと思ったんだけどさ、すごく気にならなくて。コーヒー配信楽しんでます。やばい。やばいやばい。はい、ということで、ね、寝たんだよね。ラーメン最近結構ね、でも本当ね、ダイエットしてたから夜食べない。あ、やばい、喋りすぎちゃった。無駄話しすぎちゃった。しおりん、いつもありがとう。これからも大好き。よし、これをこれにカキカキしていきましょう。たかしさん、ありがとう。これ書きますよね。ありがとう。しおりん、これからも楽しい。花のエキスも投稿してるのかしら。ありがとう。こちらこそありがとう。次、犬ドラさんだ。あ、犬ドラさんだ。犬ドラさん、ありがとう。感謝感謝。高橋さん、ありがとう。今回はとても気の利きです。ありがとう。嬉しいな。昨日も会いに来てくれたね。ありがとう。本当に最初の時からお披露目から来てくれてるよね。うちの、あの2階席だったの私は覚えてますよ。ありがとう。いつも高橋さんは X に X でメールの返信を私はもう1000通ぐらい送ってるけど全部に本当にしてくれてて、すごく嬉しいです。これからも私はメールを送るとさ、ずっと返信をしてくれてるから、私はあ、もっといろんなことを届けたいって思えるから、ずっと返信し続けてくれて嬉しいです。じゃあ私からのお願いで、私の好きなところを次は X でたくさん教えてくれたら嬉しいです。いつもたくさん見てくれてありがとう。これからもずっとよろしくね。ありがとう。次行きます。あ、今日ファンデーション買ったんですよ。次はよいしょ。でも白さ的にはまあまあ、次、ウーフさん、ありがとう。はい、教えます。よろしく。レトロのカゴメ、お願い。レトロのカゴメだ。よしよし、ウーフさん、変態コメ、変態コメ、ありがとう。変態コメ、変態コメ政治。よしよし。どうしますか。これにしようかな。これはプレゼント。おもろいから好きだよ。ウーフさん、よいしょ、ありがとう。書きしていこうと思います。よいしょ。 DM とかも見てます。ありがとう。記録つかないと見てるね。X 向けのいい女ですね。え、嬉しい。え、それ何、褒め言葉？それ最悪。でもめっちゃおもろいから好き。かな、面白い人好きなんだよね。ありがとう。これからもだから面白く言ってて、面白おもんなくならないので。
一生からのこと言い続けるよ。ありがとう。けどのパンパン。そう、私さ、あれなんだよね。ありがとう。めちゃさ、変な人、変な人に興味持つかも。よいしょ。ありがとう。返事。やかむきチェキ。姫にもう終わりました。誰姫に聞いたの会いに来てくれてありがとう。トモさん2枚ありがとう。じゃあありがとう。他にも一緒にいるみたいですけども、私のこともずっとずっとこれから見ていてくれたら嬉しいです。ありがとう。ぜひぜひ一番になれるようにもっとめっちゃ優しめます。これからもずっと見ててね。ありがとう。え、早引いた。お願いします。あ、トモさんありがとう。トモさんは頑張ります。はい、できます。よいしょ。次なんか、いやなんか香水でやられるとか言ってたけど、なんか香水でやられるとか言ってたけど、そんなことは言ったらスプマーテさんありがとう。ひまぶりじゃん。みんなにやられちゃうありがとう。3枚香水つけよう。違う、早くの3つを選ぼうと思います。持ち歩きようにしてる。いろんな表情もしてみよう。あ、見てくれた。ありがとう。3枚選びます。でも、トモさんとは、トモさんとはたくさんいろんな話してくれたらいいです。君、会うとしてる。そこらのアイドルよりも、スチ、ありがとう。これトモさんも叶うのことが好きな気持ちが倍増になるでしょ。この3枚にしようかな。ありがとう。カキカキ していこうと思います。別のアイアークのお聞きします。そして、お尻をこれ以上増やしちゃダメだよ。そして、これ以上東京にお仕事行った時にライブアイドルさんのライブに行くのは禁止。嘘。いいよ、可愛いから。これからもよろしくね。いつもありがとう。よいしょ。ありがとうございます。次、あ、トムトムさんだ。あ、なんかこの写真、エモエモい感じのがある。手がもじもじしてる。注文の多いカナの手機械。よいしょ、いい感じ。もじもじチェキ。これをプレゼント。トムトムさんはいつも X かなのこと褒めてくれてめっちゃ嬉しいし、なんかママとかパパも言ってた。トムトムさんのなんか X でさ、かなの配信してるときに配信中ですって言ってくるじゃん。それでさ、投稿してくれるじゃん。それでさ、なんか一言書いてて、それがママとパパのおもろいって言ってた。はい、お好きだよ。これからもよろしくね。記念になる、記念になる。よかった、嬉しい。記念にしてください。将来もしかしたら3億円の価値が出るかもしれませんから、マジで本当にみんな金庫入れてる。ありがとう、トムトムさん。あ、感謝です。次、コナンさん、コナン、それはもしかして工藤なんとかなんとかみたいなやつ、ランなんとかさんとかのやつ、ランメイさんみたいな。じゃあコナンさんには、よいしょ、コナンは逮捕するので警察にします。あ、コナンは悪い人じゃないか。名探偵コナンってことですか。違う、あ、それ江戸川コナンだ。え、じゃあ名探偵コナンじゃない、幼児じゃない。名探偵が幼児、江戸川が幼児か。よい
いしょ、オッケー、なんかコナンはなんか、よいしょ、オッケー、3枚かけました、ありがとう、じゃあこれからもずっとよろしく、3枚かけた、てくれたよね、よいしょよいしょ、スパマーテさん3枚ありがとう、わー、たくさんありがとうこちらこそいつもありがとう、昨日会えて嬉しかったです、ありがとう時間ないかけた、よかった次電話もだしオンラインもだし直接も公演も本当にいつもたくさん会いに来てくれてすごくすごく嬉しいです、ありがとう昨日のあのサイン会の時にね、とかお話し会とかで私のレスがあの前に比べてたくさんレスができた時にたくさんたくさんそうたくさんたくさん一緒に喜んでくれてすごく嬉しかったです、チキ会のとチキじゃないサイン会の時かな、そう書ききれなかったの後で結局渡せてよかった、ああいう優しいところが私は大好きです、オンラインもいつも背景用意してくれてありがとう、11枚シングルの時も待ってます、楽しみにしてます、これからもよろしくお願いします、ありがとう、感謝感謝、また後でデコレーションします、お願いします、次はずっと一緒だよ、メイヘラチキプレゼント、よいしょ、次はてっちゃん、てっちゃんいるかな、てっちゃんてっちゃんいる、カインズ、え、カインズ常連だった、めっちゃカインズ出てた、うちカインズ常連だった、カインズのプロっていうんですよ、カインズのたこ焼き大好き、カインズのせいでたこ焼き売ってて、うん、おばあちゃんがいつも買ってくれるんですよ、コーナーあるの、よいしょ、それと本当はコーナーの話とか、あ、なんか猫、猫、にゃん、これプレゼント、あ、違う、名前忘れてた、五人予防、ね、NRR00223 プリン、ハンシさん、ヤマちゃん、タイピーエンさん、ハッチさん、ヨコロリンさん、ここら辺読んどこう、これでよし、オッケー、3枚選べました、ありがとう、てっちゃん3枚もありがとう、たくさん開けてくれてカキカキします、よいしょ、てっちゃん、え、いいですか、あ、んえ、よかった、よかった、よかった、あ、まあ、ちゃんとの、え、大丈夫、大丈夫、大丈夫、よいしょ、てっちゃん、え、あのプリン、じゃあプリンは
しょ。3枚かけた、ありがとう。みんながたくさん3枚今回受け取ってくださる方もたくさんだった、本当にありがとう。3枚かけました。小屋くまちゃん持ってるいい感じでしょう。3つとも、これは特に何あれかな、何ヘアピン系はつけてなくて、こっちはカチューシャとリボン、このリボンつけてるんだけど、ちょっとずつ違うから、ぜひたくさん届いた方は確認してほしいなありがとうてっちゃん、いつもオンラインとかでそういろいろ話できるのがすごく嬉しいです。現場とかも来てくれて本当に本当にありがとうこれからもずっとずっと公演とかでも私をずっと見てもらえるように頑張るのでずっとずっと好きでいてください。これからもよろしくお願いします。ありがとう。じゃじゃん、これにしよう。いいね、チェキって素敵だね、かわいいね。はい、こちらプレゼント、ありがとうございます。お願いします。よし、次警察、よいしょ、次は次はホフマンさん、ありがとう。よいしょ、パジャマと警察です。よし、書きます。え、みんなさ、サイン会私前よりもさ進行上手くなったと思わない？前こんなにうまく進められてなかったよね。まだまだマイペースだけどありがとう。次はホフマンさん、よし、あとでまたデコる、うん、ありがとう。あと謝罪会見、あの本当になんか喋りながら書くからもうスムーズになった。え、日本語だけなんでしょ、スムーズにできるようになったでしょ、だいぶプリカプリカのどういうことって感じなんだけど、本当にもう意味わかんなくったよね。普通に本当に謝罪会見、あれもう何も名前かけてないやんって思った。本当にもう気にしといてプリカ可愛いのにしました。なんかプリンコームみたいな、でプリンさんだけこういうのさ使う、こういう自体よいしょ、すべて出てくるやつか。私も最近ハマってる、これからもずっとコツを掴んできた、本当に嬉しい。でも今になって私思ったんだけどさ、なんかよく撮るなんかチェキがブワーって並んでて、その写真撮ってなくてわかります。え、一瞬撮ってもいいですか一瞬撮ってきます。なんかわかりますかブワーってなってるの、あ、この辺も名前が使って、ありがとう、こちらこそ大丈夫です、許されます。ちょっとなんか毎回撮ってブワーって感じの撮ってないから、それだけ撮っちゃうかな。なんかどういう感じだろう。え、なんかよくメンバーが上げてる感じ、わかります。あ、書いてもいいですか、後で送っていただけないですか。どっから写真、写真、あ、なんか高くしたくて、これ、こういう感じです。はい、あ、そうしてたんです。そしたら撮ってなかったなって、お願いします、ありがとうございます。よし、よし、だいぶなくなっちゃったけど、次に進むわけで、はい、じゃあ次はホフマンさん、ありがとう。めっちゃ下からなんだけど、どういうこと何がホフマンさん、ありがとう。席受け取ってくれてすごく嬉しいです、ありがとう。これからたくさんいろんなところで思い出を作れたらいいな11枚のシングルたくさんこれから思い出作りましょう。ありがとう。ホフマンさんには私のことをずっと見ててってメッセージを届けました。ずっとずっと私のことを見ていてください。私もたくさんいろんなとこで見つけます。これからも好きでいてね、ありがとう。ロスタイム、ロスタイム、ありがとう。
お願いします。次大丈夫です、ありがとうございます。よし、青春のラップタイム。ハンシさん、あ、ハンシ次ウッチ、え、ウッチはね、もうちょい先かな、もうちょい先かも、あと数人かも、少々お待ちを。次が、ひらっちたまっちさん、ありがとう、嬉しい、はい、ありがとう、ノーブリかな、違う、衣装の3つ選べましょう。髪の毛が、そうだね、よし、これやった。3枚、違う感じのにしましょう。ってことはこれもダメですよね。と思います。あ、いてくれた、ありがとう。なおにゃんはもう終わっちゃったかも、結構最初の辺だったかも、悲しい。またデコレーションしてつくと思うので、そう、よろしくお願いします。よし、できていきます。ダメです、よいしょ。だってさ、よくなんかリアちゃんのところで動きしてるから。バレてんじゃん。よし、これからもでもたくさん話しよう。リリちゃんのやつ嬉しかった。エシカ、昨日来てたじゃん、来てたじゃん。たまってさん、行きます。カナメチ行きたかった、昨日クワトロ。でもお話し会がさ、お話し会あったさ、帰れなかったらいかん。いつかもしかしたらアイレフさんのライブで会うかもしれない。じゃあまたかなえの時期待ってるね、ゆりちゃんからの。ありがとう、かえしさん大好きだね。ありがとう、待ってるね。花の穴見えてた。スタッフさん、残業さん、お疲れ様です。違う、残業させない、絶対頑張る。よし、オッケー。ビジュイ、嬉しい、ありがとう。今日はいい女なんで、今から銀座歩く、銀座コーデ、銀座シックスコーデ、本通りコーデ。次、ヤマちゃん、やったー、ヤマちゃんありがとう。ヤマちゃんはこちら、カキカキ、あ、これも、これをプレゼントします。プレゼント、いるかな。ツイートするといつも反応してくれるから、またたくさん青になります。これからよろしくね。しかも金サインだった、金サイン自分でつけます。次、タイピーエンさん、あー、カラシタイポンじゃな、別のやつってあります。これは誰についてもらったのなんですか。薄くなっちゃったので今の間にちょっとお話ししようかな。これはあと、前回はね、前回、前々回に比べてたくさんの人がね、
申し込んでくれて受け取ってくれるみたいですごく嬉しいです。3つ可愛いお洋服を用意してよかった。ありがとう、感謝感謝、ありがとう。クリスマスなくした、お嬉しい、受け取ってくれたのね。あの衣装めっちゃ好きなんよね。そう、ありがとう。昨日も考えてたみたいで、今日からだっけ、オンラインでもそうあるみたいだから、そう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 、ぜひ見ていてください、よろしく。あ、そうだ、なんか彼女とお幸せなんでしょ。あ、ありがとうございます。クリスマスも彼女と過ごしていたいってするでしょ。帰っていきます。奥様で、え、ぜひ飾ってね、ぜひ。いるからね、買いましょう。別にいいけど、いいけど、あ、さ、なんだっけ、さ、さ、再来年か。ん？再来年だっけ？だから、タイピーは自分で買った。あ、そうなの？誰かにつけてもらってる。うん、何で買ったの？よいしょ。もう幸せアピール。よし、オッケー。結構ビッグ。え、らしいね。ビッグって書いてあってどんな感じか分かんないけど、私もなあれちょっと気になるよね。ぜひみんなチェックしてみてください。よし、じゃあ三枚。ひろちともちさん、ありがとう。じゃじゃん。縦2枚と横1枚と。これも引きと寄り目にしました。ありがとう。このクマちゃん抱っこしてるのなんか母性に溢れてる気がする。珍しい。ありがとう。私が個人的にやっぱり記憶に残ってるのはクルージングの時に一緒にゴルフをしたことですかね。ここにも書いておきました、ありがとう。またこれからも2024年ラストと2025年もたくさんたくさん思い出作りましょう。ちょっと見ていてね、ありがとう、大好き。次行きます、ありがとう。よいしょ、お願いします。これ音符とかつけれるんだ、おもろ。次行こう、はい、次が音符とかつけるよね、かわいい。マグさん、マグさんいらっしゃいますか。そう、マグさん嬉しい。え、待って、カナウの名前が入ってる。え、これ何、ポヨカナウはカナウってこと。え、ポヨカナウって何、デブってこと。ポヨカナウって何、ポヨカナウってデブってこと。ポヨカナウってマグさん、はい、行きまーす。ハッチ、オープまでが生、あ、そういうこと、嬉しい、バレた、嬉しい、名前そこにランクインしてるのめっちゃ嬉しい。これからもずっとよろしくね、カラのこと好きでいてね。ありがとう、ハッチさん、バレた。ポヨは、ポヨって何、ポヨって何、ギャルみたいな感じの言葉。次、ヒロコロリンさん、あ、ヒロコロリンさん、ヒロコロリンさん、ペンを変えた、めっちゃ書きやすい。よし、オッケー、書けた。マグさん、ありがとうございます。え、グッズブランケットとかね、アクスタとかも素敵よね。あ、名前っぽい、すぐハッチぽよってこと。よし、マグさん、ありがとう。ありがとう。これは、あ、この服だ、この服です。ありがとう。これからたくさんいろんな思い出を作れたら嬉しいな、たくさん会えたら嬉しいな。私のことをこれからずっとずっと見てもらえるように夢中にさせるので、これからぜひ見ててください、よろしく。ああ、黒いじゃないかんか。ああ、配信来てくれるよね、ありがとう。これからも、はい、ぜひ待ってます。これからもよろしくね、ありがとう。こんな感じ、ありがとう、お願いします。え、本当にちょっとずつだけど上手に書けるようになってる気がするよ、私。次は松ぼっくりさん、ありがとう。よいしょ、よいしょ、はい。松ぼっくりさん、いらっしゃいますか。どうぞ。次かな、また5人呼ぶね。これさ、めっちゃ写真撮る時に撮れてる。読み忘れてる、はい、ん、何、読み忘れてる時があるかもしれない。よし、書いていきます。松ぼっくりさん、ありがとう。仮にしましょうか。よいしょ、ありがとう、こちらこそありがとう。よいしょ、松ぼっくりさん、
グッド、グッドボタン、いいねボタンです。次、山口県のウッチー。あ、ウッチーさんだ。ライブだったかな。ライブだ。あ、ウッチー、ウッチー、山口県のウッチーは、あ、これかわいい、ちょっとライブからかわいいカラーですけど、え、ウッチーのさ、あの誕生日のやつめっちゃ嬉しくて、すぐ部屋に飾った、テレビの前に飾ったの。自分プレゼントでさ、もらったもの嬉しくてさ、テレビの前に全部飾っちゃう。だから今テレビの前のテレビ台が、テレビ台買った時もうスカスカ感だったのに、今もうテレビ台の前がなんかもう物で溢れてて、いい感じ、幸せって感じ。来ました、夏ばっくりさん、ありがとう。出てくれん、今日のために買った風船を持った時期です。風船を持った時期、風船は途中まで忘れてたからちょっとレアかもしれないありがとう。ハートなので、私からのハートをこれからたくさん受け取ってくれたらすごくすごく嬉しいです。ありがとう、申し込んでくれてたくさん夢中にさせます。いつもありがとう、これからもよろしくお願いします。お願いします。お、後半に入ってきた、ありがとう。次が、あ、はい、いつも大好き、もううちからのあの話が、次5人一気に呼びます。なんか呼ぶタイミング分かんなくなっちゃったから一回呼びます。山口県のウッティさん、イハクさん、ミンミンさん、モコはまるで雪の結晶さん、カプレさん、ここに行きます。ありがとう、ウッチーから、ウッチー、ありがとう。これからお願いして、こちらこそ仲良くしてよ。いしょ、次、あ、山吹さんだ、山吹さん、山吹さん、よし、これに書きましょう。だいぶ待ったぜ、ありがとう、待っててくれてありがとう。じゃあ、少々、あと少しお待ちください。ウッチー書きます。山口さんにこれプレゼント、よいしょ、 OK。 元気になるメッセージ、え、もちろん任せて、元気にさせます。カナの配信でカナのことを褒めてくれてめっちゃ嬉しい、山口さんのおかげでカナには的確なアドバイスが嬉しいし、なんかカナのことをめっちゃなんかよく言ってくれるのがめっちゃ嬉しい。いつもニヤニヤしながらコメントで、これからもよろしくね。山口県のうっちーさん、ありがとう。元気になるメッセージをってことで、うっちーのこと応援してる、ファイトって書きました。ありがとう。この服好き、え、嬉しい、チェキもこの服だよ嬉しい、リボンがたくさんの服にしたんや、今日のために買ったんよ、ありがとう。ぜひこのチェキいろんなとこに連れてって、お仕事とか、そう、元気がない時は私を見て元気を出してください。これからも見ていてくれて嬉しい。あとお手紙もたくさん、いつもありがとう。これからも待ってるね。ありがとう。あ、大切にしてね。ありがとう。リッフィー、じゃあ、え、これさ、白で可愛いのいいからさ。お願いします。よし。あ、どれが新品がわかんなくなっちゃった。多分これだ。あ、これじゃなかった。どれだどれだ。あ、これだ。次は。次はイハクさん、いらっしゃいますか、イハクさん、イハクさん、すごい、イハクさん3枚も着てくれるの、ありがとう。カキカキしていきます。イハクさん、ありがとう、母ちゃん、あ、やった、今新幹線のどこ見れてるかな、よかった、こちらのリピー席をプレゼント、母ちゃんに約束した、ありがとう。ディズニー大人の、これからもらえる、これと、これからもずっとよろしく、ありがとう、母ちゃん、ありがとう。
よし、このサムにしようかな。ありがとう、昨日サイン会とお話し会、こちらこそありがとう。びっくりした、自分こっちの子と思ってたから、えってびっくりした。じゃあ、あざとゆいにお届けしようありがとう、イハクさん3枚カキカキします。次、じゃあ5人呼ぶね、一旦テイカーさん、ヤフトリさん、ハルルンさん、ヨッチさん、外野誠司さん、オノピー、チトクさん、ここまで一回呼ぼう。テイカーさん、テイカーさんは、あ、かわいい、なにこれ、モルテル、これにしよう。かわいい、モルテルチキをプレゼント。よいしょ、テイカーさん、昨日のお話会来てくれたんだって、入浴中入浴こっちにも遊びおいで。え、私めっちゃ行くよ。私本当にさ、月あのね、暇じゃ間違えた。え、なんか予定がないときは月にとかでリズム行ってるよ。あ、リズムじゃない、入学に行ってるよ。めっちゃ行く。そう、でもなんか予定あるときとかは午後からとかでも行くから、午後から行く。よし、いいか、こちら、ずっとずっと好き的に、昨日もありがとう、昨日も裏切らもらった。絶対にさ、口のやつをどっちにさ、熱くんだからさ。いや、でも一番の夢になったよ、口のやつ。本当におもろかった。これからもよろしくね、お題話したら。かわいい、ありがとう、こちらこそありがとう。警察だと思った、警察なんか倍数が少なくなっちゃった。ありがとう、警察さん。よいしょ、ありがとう。あ、やばい、待って、そしたら次もパジャマが少なくなっちゃった。パジャマになった、いいな、パジャマ使う。次、あ、ちょっと、ヤフペリさん。よし、オッケー。ヤムペリさん、3枚ありがとう。来ました、イハクさん、3枚、うん、ありがとう。欲的2枚ですね、うん、今回はね、欲が多めなの。私、欲の時の時期も好きでね。よし、3枚来ました、イハクさん、ありがとう。昨日ぶりですね、ありがとう話し会も実会もすごく楽しかったです。イハクさんはオンラインでも直接もだけど、たくさん私のことを褒めてくれたり、いろんなお話するじゃん。そう、どれも全部面白くって、たくさん私のことを笑顔にさせてくれるのがすごくすごく嬉しいです。ありがとうこれ、このチェキなんかめっちゃなんか雑誌の一面に載ってそうな感じの雰囲気なんか綺麗め、いい感じかも。ぜひこのこのチキちゃんたちも大切にしてね。ありがとう、よかったよ、全部笑顔いつも笑顔にさせてもらってます。これからもよろしくね、いつもありがとう。次行きます、ありがとう。2回します。よし、あ、残り10名ほどかな。次はミンミンさん、ミンミンさんいらっしゃいますか。よし、ミンミンさん、ビッグラブチェキ、ニコミテル用チェキ、浮気ダメチェキ、ミンミンさん、これで叶えの愛がもっと増える。あ、見てくれてる、ありがとう感謝感謝、になっててもらえますように。またこれからもよろしく。よし、カレンカキカキしましょう。ミンミンさん、ありがとう。書いていきます。みんな、後半のみんなたくさん待ってくれてありがとう。もう残り10名ほどなので、まだの方少々お待ちください。ミンミンさん、嬉しいね、ありがとう。書いていきましょう。じゃあ、ハルルンさんにはこのこれをプレゼントします。イベカナウです。イベカナウハートに挟まれちゃった時、ハルルン何個だろう。よし、あのさ、自分の友達がさ、ハル
ルルンって名前だからさ。オッケー、え、いい感じ。初めてさ、こっち来て。ハルルンってハルルンちゃんのこと、って思った。ミンミンさん、ありがとう。コメントもあった。来てくれてるね。ありがとう。席受け取ってくれてすごく嬉しい。だいぶ前からね、ずっと応援してくれてるよね。これからも私のことをずっと見ててほし、見ててほしいのと、え、私、ミンミンさんが私のことを気になってくれた、好きになってくれて理由を知らないから、この機会に教えてくれたらすごく嬉しいです。これからもずっとずっと見ていてください。ありがとう。いい感じ、大切にしてね。いろんなとこに連れてってくれたら嬉しい。ありがとう、かしゃん。次行きます。ありがとう、お願いします。すごい、本当にここにね、今描いた時期があるんだけど、本当たくさんみんなが受け取ってくれるの、ありがとう。次、もこさん。もこはまるでできなきゃ。しょうさん、いらっしゃいますか。もっちさん、もこさん、おっちさん、これは NG、これも NG、もこさん入っていきます。はい、久しぶりね、びっくり、申し込んでくれてなんて、ありがとう。ミミさん、分かり合いましょう。あ、嬉しい。え、じゃあその時に好きになったきっかけを教えてください。ありがとう、待ってるね。握手しましょう。紙とつなぎしようね。じゃあ書いていきます。あ、増えたね。そんなそんな、ありがとう。ずっとこうやって見守ってくれてる方がいるからです。私も頑張れてるのは、いつもありがとう。牛から応援してくれてありがとうね、もこさん。書いていきます。前のチキンの時決勝書いた気がする。もこはよっさんにはこのギリギリハッピーチェキをお願いします。クリコン楽しみ、カナエも、え、可愛く撮ってね、可愛く撮って、可愛く撮ってもらえるようにカナエもダイエットする。てかダイエットしてたんですよ。え、だからさ、絶対大阪の BMM のさ、あの NMB さんの道を見てるさ、結構美女良かったダイエット。え、良かった、良かった、可愛かった、最強ツインテール、良かった、やった、嬉しい、イエーイ。え、見たよね、私も昨日見た、見たよね、カナエも見た、ね、可愛かったよ、やった。じゃダイエット頑張ろう。よっちさんに可愛い写真撮ってもらえるように、もっとダイエット頑張る。嬉しい、これからもよろしくね。ありがとう。ギリチェキを。嬉しいね。嬉しいね。可愛く撮る。やった。じゃあ可愛くなれる。可愛い女。瀬戸の瀬、あ、待って、何人か呼ぼう。瀬戸の瀬二さん、オノピー、ジトクさん、ハルちゃん、マサピョン、アツシさん、アジリさん、じゃあ瀬戸の瀬二さん、じゃあ、え、これ可愛いじゃん、よし、オッケー、かけた。もこさん、確かにちょっと久しぶりかもしれない。ありがとうね、席また申し込んでくれて、かけました、ありがとう。もこさん、もこさんがもう1年以上前だけど、私はしてくれたコメントをずっと覚えてて、そう、あのもこさんは岐阜だからね、これ瀬戸内に岐阜のメンバーが入ったら岐阜×瀬戸内はめっちゃありたくないよみたいなコメントをしてくれたのがすごい覚えてる。無事ちゃんと48のメンバーになって架け橋になれたんじゃないかな。これからも遠いところからだけど、私の出身地すごい嬉しい。ずっとずっと応援してくれたら嬉しいです。お正月には多分帰ります、岐阜にも。これからもずっと遠くから見守っていてね、ありがとう。いつか会いたいです、ありがとう。めっちゃおもろかったです。次お願いします。あと、自分の情緒不安定、よし、次いきます。ありがとう。情緒安定、次は人間です、これからもです。次はカプレさん。あ、さっきコメントあったよね、ありがとう。どこに行くんだ、言わないで、やばい。DD オノピー、岐阜のどこかの言ってると思うよ。ありがとう。発信禁止、お金のサミットに叱ってきたんで、お披露目から3期の最優秀応援つけるね。嬉しい、お披露目の時からずっとずっと見てくれてるんだね、ありがとう。書いていきます、ありがとう、お待たせ、書き書きしましょう、
はい。オノピーはビリーだよ。だってしかもさ、しかもヤンキーだよ。だってさ、あれだよ。だって怖かったもん。自分がさ、本通りのとこにいたらさ、なんかさ、集団で行ってびっくりした普通。そうなんで、オノピー集団、これからもおたかつ楽しんでください。そして BB はダメですよ。なんかもう次からはいろんな人のペンライト振ってて、捨てても言い訳してもいい、許されない。鼻のペンライトだけやってね、これからもよろしくお願いします。こっちにおばらされてるな。あ、いい感じ。この辺に仲良くできそう。スプレーさん、ありがとう。リコチキン、ありがとう。このお洋服だね。こんな感じ。ありがとう、スプレーさん。嬉しい。大切にしますわ。ありがとう。全然推し活できてないけどとか言わないで。私は配信見てくれてるだけで、そう、応援してくれてるだけですごく嬉しいです。帰ってきてくれるだけでありがとう。ずっとこれからも3期生の最推しでいられるようにめっちゃ見させます。これからもよろしくお願いします。ずっとずっと私のことを見ていてください。ありがとう。大切にしてね。いろんなとこに連れて行ってね。ありがとう。ずっと応援しますぞ。約束だからね。ありがとう。次行きます。ありがとう。飯みたい。飯お願いします。よし、次は、え、今日は明日からかな。次が5人一気に呼びます。ありがとう。でも小林さん、そしてひできさん、そしてカイトさん、そしてさわやかさん、そしてレグルスさん、ごめんいらっしゃいますか。順番に書いていきます。ありがとう、申し込んでくれて書いていきます。まずは小林さんから、わ、3枚もありがとう。違うお洋服の3枚選びます。こんな可愛い子いたっけ。え、嬉しい。可愛い子いるよ。うちら可愛い、みんな可愛いから。人間って女の子ってみんな可愛いんですね。ってゆいたんが言ってた。ゆいたんが言ってた。カナの高校定観探すときゆいたんが教えてくれて、女の子はみんなお姫様だからって。だからカナ、みんなの女の子お姫様だと思って、これからもカナたちを甘やかして。今日の夜ご飯作るみたい。よし、3枚書いていきます。ありがとう。昨日さ、たこ焼きさ、食べ、1個しか食べるのに、今見られてないかな。ありがとう。最初時間で最後よかったって言ってて、この間さ、俺のシュートでお酒に行った時さ、たこ焼き食べて帰ったんだよね。それ、なんでもない。ただそれだけ。次、自宅さん。あ、自宅さんにはハートプレゼントチェキ。ハートがあふれるビックラブチキンをプレゼントします。ひとくさん、いつもありがとう。最初からカラーのこと好きに言ってくれて、ローミンのこともいいのか、カラーのことが好きに言ってくれて、これからもコメントよろしく。はい、待ってね。ひとくさん、ありがとう。こちらこそありがとう。よかったらカラーの、あの、なんか緑ハートとかも作ってくれて、ありがとう。ひとくさんの、よし。てかさ、昨日さ、おとといのスーピースメールにさ、終わりだ、あのさ、終わりますとか、なんでもないの、あの、なんかさ、早く終わらず、これは短いな。今日ツインテールだよ。今日はチワワが来ます。あ、次はるちゃん、はるちゃん、はるちゃんいるかな。はるちゃんバイトもしかして3枚3枚なので、あ、そうだ、あれにしてって言われたんだ。これだ、3枚、1個横だから2個は、よし、おい、かわいい。
てめっちゃ嬉しかった。なんか本当に素敵だなって思った人間。書けました、くまやさん、ありがとう。3枚なんかさ、ありがとうございます。警察逆に使ってなかったらそっちが多くなってよし、いい感じ、書けました、かぐやさん。3枚、ありがとう。オーディションの頃からずっと、私の出身、岐阜県からずっと応援してくれてるよね。本当に本当に、ありがとう。どうかな、体調は最近大丈夫かな。また会える日を楽しみにしてます。それと、かぐやさんは、毎回話すかもだけど、去年の私の誕生日の時かな、お花を送ってくれたのもすごく嬉しかったし、私があのメールに載せたブランコの、あの関ヶ原のブランコのところかな、定期的に行ってくれて、私はあそこがすごい思い出でいっぱいです。これからも行ってくれたら、またあそこからオンラインとかしてくれたら超嬉しいです。また1月かな帰ることがあると思うのでそう、岐阜に帰れます。これからも遠く離れたところで私は頑張り続けるので、見ててください。あ、見てくれてる、ありがとう。これからもずっと好きでいてね、ありがとう。で、このクマちゃん可愛くない？手をね、はいってしてるのずっと見守っててねに対して、クマちゃんが自分ではいってしてるのってことで、ずっと見ててください。お願いします、ありがとう。お願いします。よし、次は秀樹さん、いらっしゃいますか。ありがとうございます。温たいな NMB さんの出張公演来てくれたよね、ありがとう。あ、そう、でも約束、よし、キラキラ食える、よしよし、同じ価格だけど待ってます、規制は弱い今年は2回しか帰れんかったからね。また帰った時に岐阜で写真撮ったら載せるから、また聖地を増やしていこうありがとう。よし、秀樹さん書きます。あ、じゃあこれにしよう、これにします。キラキラ、嬉しいね。チェキも申し込んでくれたのがすごい嬉しい。ただ時間あるなと思ってキラキラしてた。最近福フェスとかでも会いましたね、本当にありがとう。そう、あ、これも書いてる、あれかな、お話し会の時かな。そう、目合わせるのあんま得意じゃないからそらしちゃうって言ってたけど、私はがっつりこれからも合わせに行きますよ。秀樹さん、たくさん思い出作りましょうありがとう、持ち込んでくれて、書いていこう。よいしょ、昨日のインスタも全部見た、うん、よいしょ、オッケー、書けました。秀樹さん、また後でありがとう、感謝感謝。わー、ありがとう、あったよね、あの公演とか来る前とかにたくさん、そう、今どこどこにいるよとか投稿してくれてるよね、公演の感想とかもあげてくれたり。そう、最近何度か会えてすごく嬉しいです、ありがとう。さっきも話してたけど、私はこれからもがっつり目を合わせに行くので、あといつか SKE さんの劇場に行けるように頑張ります。その時は絶対来てください、約束です。よろしく、これからもよろしくね、ありがとう。そういうのあげられるのめっちゃ嬉しいの、だからもうインスタ、お願いします。なんか一日の楽しみがはるちゃんからのあの DM を読んで寝ることだから、本当にあれマジ嬉しい、ありがとう。これからも嬉しい。が、カイトさん、いらっしゃいますか。カイトさん、ありがとう。これ見て、よしよし、そのためにバスのポーズしたので、これからもよろしくね、ずっと大好きだよ、いろんな話しようね、本当に先生のタリアを、彼氏なんていらないから、1枚とか言っちゃったかもしれない。普通にアイドル押して彼氏作ろうとか、アイドルをして彼女作ろうとか思わないください、私がいるんですから、そういうのミスです。あ、まさぴょんだ、まさぴょん昨日ぶりだ、まさぴょんいるかな、カイトさんありがとう。まさぴょんは誰が欲しいかな、じゃあこれあげる、かわいい、ちびらなくても、カイトさんに書いていきましょう、星も書きましょう。
市場選択するかな。よし、頑張れ。 あ、 ありがとう。大好き。かなちゃんいるから男が、え、そうそうそう、女いるから男ダメみたいな、あのインスタにさ隠してるよね、あの上のさ自己紹介欄ヤンキーさんとかよく書いてる、女いるみたいな、あ、それ書いてるって、はるちゃん女いる彼女ってごめんなさい。え、いいよ、彼女いることは素敵なことだから、幸せになってる。マサピョン、昨日お話できて楽しかったし、マサピョンのこともっともっと知りたいって思ったね。これからもずっとお話ししよう。ちょっと待って、結構さ、自分が喋っちゃう方だからさ、しかとにチェキが絡まっちゃう。そう、自分がめっちゃおしゃべりな方だから、よしよし、気が合う。カイトさん、ありがとう。どうだろう、見てくれてるかな。ありがとう。よし、こんな感じのチェキが出来上がりました。じゃーん、カイトさん、ありがとう。ちゃんと私もつけました。ありがとう。感謝感謝。この間のドゥームズデイの時ね、まさか私の同盟で一緒に頑張ってくれると思ってなかったから、すごくすごく嬉しかったです。本当にありがとう。1位の、私の同盟で1位だったから、おそらく動画もこれから届くと思う。まだ撮ってないけど、それもすごく楽しみにしててほしいな。オンラインの時にそう、ここはこうするといいよとかアドバイスをくれたり、そう提案をしてくれるのもめっちゃ助かってる。ありがとう。これからもよろしくお願いします。ありがとう。感じお願いします。よし、次が、次が、さわやかさん、さわやかさん、いらっしゃいますか。コメントもありがとう。ね、オンライン話からもいつもありがとう。これからもずっとあつしさんのことが大好きだから、これからも嬉しくね。ありがとう。対策的、これ逮捕のあのあれ持ってる、あのこれこれカチャってやつ。もう鍵なくて開けれなくてさ、なんか開けなかったけど、あつしさんにこれはプレゼント。はい、ありがとう。次、じゃあ五人呼ぼう。危ない、間違えて名前本名で呼ぼうとしちゃった。あずゆいさん、しーちゃん、あきおくさん、からきょうしさん、ダースーさん。まずはあずゆいさんから。あずゆいさんだ。あずゆいさん、やっほー。どうしよう。じゃあ、あずゆいさんはこっちからプレゼントしよう。あずゆいさんは出るね。じゃあ、これにする。はなちゃんの束縛は鍵がない。え、そうだよ、一生捕まえる。嘘、全然嘘、壊せるし。あずゆいさんにこれをプレゼントしよう。かわいい。あずゆいさんがさ、オッケー、ほんま、ありがとう。さわやかさん、なったなと思ったらさ、オッケー、なんかゆいちゃんのことみたいな。はい、さわやかさん、ありがとう。さやかさんも岐阜からずっとずっと応援してくれてるよね。私はね、あ、そういえばそうなの、今日ね、12月9日、今日ね、あの2年前の今日ですよ、実はあの STU48 のオーディションの応募したのがオーディションの何、受付期間の最終日が今日だったんだけど、私最終日の締め切りの本当数時間前とかに送ったんだけど、それがね、ありがたいことに夢が実って今こうやって地域会もできてるんだけど、オーディションの期間の時かな、あのショールームしてて、その時の推薦コメント私スクショしといたんよ、全部消えちゃうのが怖くって。それをこの間見返してた時に、さやかさんが岐阜と瀬戸内の架け橋になってほしいっていうコメントをねしてくれてたよね。すごく嬉しい。今見て、そう、私は岐阜と瀬戸内の架け橋に少しでも慣れたかな、慣れてたらすごく嬉しい。これからもずっとずっと見守っていてください。ありがとう。感
じゃあ、ありがとう。やばいね、応募してから今日で2年なの、やばくない？超超昨日も2年経ったんだ。ありがとうだよ。懐かしすぎる。近くにいたってこと？2年、2年やばいよね。郵送とかしない。 X とかあげたかったけど、そう今日バタバタしてたからあげられなかった。そう、記念日です、実は今日。オーディション、応募してから2年記念日、イエーイ。そう、いい話ね。あ、マクさん、もうちょいだからちょっと待っててね。ありがとう。じゃあ次は、あ、もうあとちょっとです。次はレグルスさん、ありがとう。感謝感謝。よいしょ。あ、そうだ、呼び捨てするってさ、5日前に約束してたの。それの時はさ、メイドの可愛いやつだよ、覚えてる。よいしょ。あ、いてくれた、ありがとう。感謝感謝、嬉しい。よいしょ、オッケー。レグルスさん、ありがとう。よし、しーちゃんにはまた後でデコルテこれをプレゼントします。広元に行きたかったけど、最近本当に休みたいことを見つけたから。休んだ方がいいよ、本当に寝た方がいいよ。だって1日10時間寝てるんだよ。だから絶対さ、寝ないように寝た方がいいよ。だからしーちゃんもたくさん寝た方がいいから、それからもたくさん寝てね。でも会えるだけ会いに来てね。はい、ありがとう、しーちゃん、嬉しい。そう、まず睡眠って大事だったから、寝ないとさ、寝ないとあくび止まらないしさ。今だってもしさ、今日オールとかできてたらさ、よいしょ、オッケー、レグルスさん、名前ありがとう、感謝、ありがとう。レグルスさんさ、ずっと X このショールームポチってした時もだけど、ずっとさ、写真をさ、サイカリンさんと私のツーショットにしてくれてるよね。ありがとう。てか今押してみたら、パン、え、オクラ気味の推しになってる。え、私の名前しか書いてない。なんだって、すごく嬉しい。ありがとう、感謝すぎるね。ありがとう。じゃあずっとずっとアイコンはそのままでいてほしいし、ずっとずっと好きでいてほしい。じゃあこの機会にぜひよかったら X で私の好きなところを教えてくれたら嬉しいです。ずっとずっと好きだよ。これからも私のこと大好きでいてね。私も大好きです。ありがとう。いい感じ、かわいい感じ、ありがとう。わかりました。お、本当？じゃあこの後見てみよう。ありがとう。こちらこそありがとう。ありがとう。これからもずっと学ぶことを好きでいて、学ぶことを好きでいて褒めてください。次が、あ、ここから、残り4人だ、4人なので一気に読んじゃいます。ありがとう。マクアとおつままみんさん、ここでもおつまみんかい。マクアとおつままみんさん、ミシタラさん、なるみさん、ゆかにゃん、ありがとう。感謝感謝。よいしょ。あ、辛ラーメン食べたい。よし、まずはマクさんから、ありがとう。さっき別の場所から名前が聞こえた気もするけど、まあ、ありがとう。お申し込んでくれてありがとうです。よし、マクさん、ハラ教師さん、ちゃんとさ、昨日のサインの時も、そう、ちゃんとマクアとおつままみまで全部フルネームで書いてるところが面白くて好きです。書いていきます。あと、イチゴが帽子かぶってる。うん、帽子ネッキー、帽子ネッキー。え、イチゴ、マックさんさっきいたよね。うん、いた。よし、やろう。で、言ってませんとか言ってる。集中力いて、超ぴったりじゃない、この時。ワン、あと3分だから頑張ります。集中力が。イチゴは見とる。やばいやばい、帰っていきます。昨日辛ラーメン食べた？辛ラーメンはね、絶対にね、汁がなくなるぐらいね、どこがや、どう思う？そうした方がいい。
どう思う？許せないね。待って、今言うこと分かってる。よいしょ。書いていきましょう。こっちかも。これどう？これか。よいしょ。じゃあ、ハロ教師さんにはこれをプレゼント。なんかさ、ハロ教師さんさ、なんかさ、バレない、バレないってことですよね。いちご早く飲みに行ってください。やばい、何をそう、ハイコレーです。そう、マックさん楽しいですから。どこがじゃどこがじゃマックさんのおもろい時かとか自分でそれを言っちゃうとくですね。そう、いちごの量も行ってない、ヒットも行ってないからみたいな感じで、おもろすぎるからよし、じゃあ行きます。カラオケ教室さんにはカナダ楽しめるときにチェキをプレゼントします。なんかうちはとかカナダのことを持ってくるの嬉しいけどさ、昨日さ、なんかお話が終わってさ、なんかセレモニー終わってさ、こう歩いてたらなんかさ、違う列に楽しいって知ってますか？私も今同じようなこと書いてる。すごい、調べた方がいいよね。うん、調べた方がいいよ。本当ですよ。まえちゃんさ、ありがとうございます。ヘイシー。ヘイシー。そこはそこはあの同盟を組まない、本当に楽しって。よし、じゃあ読みます。はい、マカとおつまみさん、ありがとう。びっくりマックをいっぱいつけといた。もうこれ、このチェキとかももうマクさん向けでしかないでしょ。これ見て、これダースさん、こういうポーズしてる。ダースさん、なんかさ、カバオくん、ここですね、カバオくん書いてほしいとか言ったよね。カバオくんってこう、結局おつまみとか言ってきながら、これ何回も言ってるけどね、言ってきながら結局いつも公園に来てピンクのペンライトを2本振ってくれるのは嬉しいです。たまに他の色に光る時もあるかもしれませんが、楽しいだと信じております。これからもずっと好きでいてね、ありがとう。こんな感じ、もうこれを常に連れて行って、いろんなところに頼んだよよろしくね、ありがとう。いい感じ、お願いします。え、かわいいじゃん、いいね。よし、次。次はミスタラさん、いらっしゃいますか？これをプレゼントします。ミスタラさん。この3種類をプレゼントします。ダースさんには。カバオくん、何だろうか。フリーさん、これカバオくん。もうあとちょっとお待たせしました。ありがとうね。あ、いてくれてる、ありがとう。よかった、いました。よかった、ありがとう。いつも配信に来てくれてありがとう。ちょっと好きでいてくれてありがとう。帰っていきます。昨日さ、話したいこといっぱいあったのに、なんだっけ。花を置いて優しいってことを言うと、販売してたこと先ほどオンラインショップで無事購入。え、それなの、よかった。え、大切にしてね、ありがとう。すごい嬉しいんだけど、よかった、無事ゲットできたなら、それは本当によかったよ。これからもありがとう。じゃあ見せます。てれん、横向きチェキ。え、いい感じない、このポーズ。このポーズ結構お気に入り。ミスタラさん、ありがとう。無事グッズをゲットできたなら、すごく良かった。私、あの衣装めっちゃ好きやから、そう、届いたら大切にしてね。ありがとう。嬉しい。今回のね、クリスマス衣装めっちゃ可愛いよね。クリスマス衣装いくつかあるけど、個人的に一番着たかったのが着れて、幸せです。ありがとう。西田らさん、これからも私のことをずっと見ていて、ずっと好きでいてくれたら嬉しいです。アクスタオキ、え、らしいね。ビッグって書いてあったから、私も気になる。現物を見てないからあれだけど。また届いたりしたら X とか載せてよ。見たいです。よろしく。これからも
好きでいてね。ありがとう。エリンギさん、エリンギってさ、なんか食べ物あるよね、エリンギ。チェキタワ君楽しみにしてる。え、楽しみにしてて、超可愛いから。ハッピーニューイヤー。お願いします。ハッピーニューイヤーで決まりました。あとはお二人ですね。次はなるみさん、いらっしゃいますか。売り切れてた。あ、売り切れちゃってたのか。悲しい。この可愛い瞳チェキ。悲しいね。あれ結構私も気に入らないけど。なかなかの猛者ですね。次はなるみさん。疲れてる。今お仕事中かな。エリンギってありがとう、頼んでくれて書きます。もしかしたら髪型マッシュなんじゃないの。エリンギさん、ありがとう。なるみさん、よいしょ。感謝感謝第一声感謝感謝、おもろすぎるから、ありがとう。昨日ぶりですね。ありがとう、書いていきます。エリンギさん、ありがとう。書いてよ、エリンギさん。ずっと大好き。エリンギ、エリンギって舞茸ってこと。まあなんか似てるよね、そんな古いこと。これからもずっとカナンのこと好きで言ってくれたら嬉しいな。お願いします。いい感じ、いいペース。今何時ですか。8時15分。やったー。本当は何時に終わるんですか。9時、8時半、8時。わー、次の5人、あ、次じゃない、次だ。なんかね、私今回の機会ね、結構忙しかったからお洋服と買いに行ったりとか、デコレーションのがそうちゃんと今回あるので大丈夫かなって思ってたけど、いつもよりも進行もうまくできたし、成長を感じる。思わない、みんな。ありがとう。東京さんとキャパさんと広島高さんとよし、ありがとう。やばい、今感謝感謝っていうコメントもらったから、私もここに感謝感謝って書いといた。ちょっとちっちゃいから読みにくいけど、なるみさんチェキありがとう。ちなみにあのなるみさんが今回頼んでくれたから、いつもさ、いつもあのツーショットとか撮る時のこのポーズしてます。これこれこのためにちゃんと撮っといたんよ。うどんしかって書いてある。いつもたくさん食べて、あのいっぱい褒めてくれて、そう入ってくれてありがとうって言ってくれてお話し会の時ずっとずっと見つめられるのはちょっと照れるけど、とっても幸せです。本当にありがとう。2年前のゆいちゃんの決断にも感謝です。めっちゃ感謝感謝にとっておもろいんだけどありがとう。昨日はたくさんお話できたのもすごく嬉しかった。ありがとう。私もオーディション2年前の今頃かな、きっとそう書いてるんじゃないかな、何か紙というか、あのオンラインの送るやつを、あの時勇気を出して応募して、ここにいるみんなと会えて、なるみさんと会えてすごく良かった。これからもよろしくお願いします。ありがとう。ごめんなさい、失礼します。ありがとう。うどん。お願いします。そして次、最後、これが最後です。ありがとう。最後はゆかにゃんいるかな。ゆかにゃん、ありがとう。はい、開きします。よいしょ。ご来場。キャパさん。あ、間違えた。飛ばしちゃった。東京1068さん。このパジャマをプレゼントします。東京2020みたいな名前だね。素敵。東京1608年何があったんでしょう。
嬉しい、ありがとう。このパジャマチキリアです。これからもずっとカナのことを好きでいけない。カナ好きだよ。東京、東京、ありがとう。東京行きたい。なんか高いよね、新幹線。もうさ、絶対お正月の新幹線ママに乗ってもらう。よいしょ、オッケー、かけた。これが今日の本日11万枚シングルラストチェキです。最後まで見てくれて、最後の後半の方待ってくれてありがとう。最後はゆかにゃん、ありがとう。いい感じ。チェックの予約でくまちゃんをキューしてる写真です。写真チェキです。ありがとう。いつも会いに来てくれて、愛をたくさん伝えてくれて本当にありがとう。私も大好きです。あと今は受験かなで忙しくて、そう最近はたくさんは会えてないけど、そう受験終わるまで頑張って、はい、私も応援してます。ピースチェキー。受験が終わったらたくさんたくさんいろんなとこで会えるのを楽しみにしてます。ありがとう。感謝、ありがとう。これからもよろしくね。ジャパさん、ありがとう。今日ももしかしたらお勉強中かもしれない。ありがとう。よし、ということで終わりました。終わりました。ありがとう。チェキ、チェキたくさんの方が申し込んでくれて本当に本当に嬉しかったです。11枚目シングル、これからお話し会とかいろいろまた予定もこれから決まっていくのがすごく嬉しい。たくさんたくさんみんなと思い出作れるの楽しみにしてます。わっわー、みんな自分の番組終わっても最後まで見てくれてたんだね。お疲れ様。こちらこそ最後まで見てくれてありがとう。次買うからね。え、待ってるよ。ありがとう。本当にありがとう。最後まで見てくれて。広島高校生。2点ごきさんと3期生のくしゃっとした映画の家には見て気になったよ。新教室。うわ、嬉しい。よかったらこれから見ててください。ありがとう。そしてチェキは今ね、私が見えるこの辺にあるんだけど、本当にたくさん。本当にありがとうございます。このチェキはこれから居残りしてみんなにたくさん落書きメッセージ書いていこうと思うので、届く時にはそうもうちょいなんかプラスされてると思います。楽しみにしててください。本当に本当に申し込んでくれてありがとう。嬉しかったです。たくさん書けて、そう届くの楽しみにしててね。この間ナンバーの試食ありがとうございました。こちらこそありがとう。さらにそうデコレーションをするので、あ、疲れてませんか。疲れてないよ。疲れてるわけないじゃん。ありがとう。広島コーパスリさん、ありがとう。今月は、ね、そうだ、広島コーナー、4日連続で実はみんなとこうやって思い出つか作れる、そう日程だったんだけど、まずは僕と役割でダービーさんの生誕で NMB さんの出張公演、昨日の直接お話し会で今日の聞き会と、4日間本当にありがとう。4日ともこうやってね、今日はあったりするイベントじゃないけど、たくさん会いに来てくれた方もいらっしゃるよね。会えなかった方もこれからたくさん会えたらいいな。タイミング合わせて会いましょう。本当にありがとう。皆勤賞だったら超すごいね。ありがとう。県もまたいでるから本当にありがとう。お説教メッセージ期待しております。やばい。私は本当にみんなのおかげで毎日頑張れてる。あとさっきも話したけど、今日はオーディション応募してから実は記念すべき2年です。2年記念日。よし、ありがとう。頑張れてるのみんなのおかげです。本当にありがとう。ということで次回をそろそろ終わろうと思います。ありがとう。4分の3、いや4分の3めっちゃすごい。ありがとう。だって広島と大阪と大阪 ってことはこれが、そうあと今日のオンラインだから、この圧が本当にありがとう。ありがとう。感謝すぎる。じゃあ最後にせっかく構えをよく来てるから、やったー、ちょっと宿舎タイムして終わろうかな。え、広島コーパスリさんがそんなことできるの？定期的に広島コーパスリさんなんか好きな人変わるから、ね、カナダから変わらないでほしい。すぐ変わるからね。目を離したら。チェキ。次。チュ。もうちょいこの辺かな。次。あ、チリさん、チリさん、チリさん。あ、テロップ消した方が。
いいか、確かに。ありがとう。スイさん、何がいいかな。テロップを一旦削除して。これにしようかな。こういう感じいいんじゃない？チェキ。チェキ今回ゲットできなかった人はこれで。どうしよう。本当にありがとう。あとは、そう。で白飛びしちゃって使えなかった時期もあるんだけど、せっかく撮ったのに悲しい。これももうみんなにあげたいところだけど白飛びしちゃったから残念残念ですけど、チェキ本当にありがとう。ちょっと今スクショ用にスリーさんには生誕祭のこれはメンバーにでも配ろうと思います。このお金がいいから最初で最高でした。本当にありがとう。みんなに届くのもすごく可愛くするからこれから楽しみにしててください。ありがとう。感謝感謝ください。やばい、視聴者プレゼントしたいとかであるよ。でもね、そう白飛びしちゃってるよね結構。あげたいけどね。ということで配信も切ろうと思います。ありがとう。メッセージ、あ、確かにモバメにメッセージ書いてましたよ。めっちゃいいやんじゃん。何それ、ありがとう。ありがとう。じゃあそうしようかな。本当にありがとう。じゃあ配信切ります。また夜できたら配信したいけど、ちょっとデコレーション時間かかっちゃうかもしれない。楽しみ、楽しみにしてください。終わります。ありがとう。真面目すぎて申し訳ないです。人に答えるのに頑張るね。え、真面目じゃないよ。真面目じゃないから大丈夫。本当に。切ります。ありがとう。11枚目シングル。これからたくさんイベントがあると思うけど、たくさんやったらいいので、11枚目シングル。よろしくお願いします。じゃあ、バイバーイ。ありがとう。切ります。これからもずっとよろしく。お宅を見に行くから。大好きです。ありがとう。そうだよ。お宅を見に行くから真面目じゃないよ。あ、シューって言ってもよかった。ありがとう。いつまでシュー見してんの、そういえば。バイバーイ。